こんにちは、はるです。今日は札幌市の隣町、小樽に行きます。美味しいものがたくさんの小樽、今日はね、そんな小樽の味覚をたくさん楽しみたいと思います。それでは出発。今日は雨ですね。上がるといいけども、高新道突き当たりを右に曲がります。いいんだよ、寝てても。小樽市入りました。高速道路、本道が通ってます。眠いな、ハル。小樽築港駅ですね。その隣に陸米小樽という大きい商業施設があります。ホタル釜屋に来ています。直売店と一緒に工場もついていて、工場見学もできたりします。カフェスペースもありますね。釜屋で有名なパンロールです。お魚のすり身が入っています。いただきます。外はサクサクなのに中にすり身がたっぷり入っていて、とっても美味しいです。チーズチカですね。中にチーズ1個も贅沢に入っていて美味しそうですね。こちら新商品のジャガチーズです。名前聞いただけでわかる、絶対美味しいやつ。お芋は細かくなって入ってて、当時がチーズで美味しいな。モミモミシェイクのチョコエスプレッソ味です。ここを揉みながらね、混ぜて飲んでくださいということでした。美味しい。結構チョコレートドリンクぐらい濃いチョコレートの味します。この方はエスプレッソなのかな。カツバーガー食べたいと思います。エビカツ
スバーガーの中にエビを発見。クロリッツの嬉しいお湯。
で下道でだいたい1時間ぐらいですね。それでは出発。良さそうに寝てますね。今回の旅はいかがでしたか？面白かったなと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。